にちは、クーザのレモンです。今日ご紹介するのはこちら、リスタイドの手袋になります。デザインこんな感じになります。手の甲の部分に三日月のモチーフがあったり、その下に月のどんどん欠けてくデザインあります。あとお目目のモチーフも手の甲より少し下あたりのところと、あと指先にもあったりします。すごい魔法使いっぽい、黒魔術っぽいデザインになります。はい、実際つけてみるとこんな感じになります。この部分に三日月と、あと手首あたりにお目目、指先こんな感じです。模様がすごい可愛い。ちょうど今日半袖を私着ているので、なんか腕寂しいなとか、なんか手元寂しいなっていう時に手袋をこんな感じでつけてもらえると一気に華やかになるかなって思います。リスタイルさんの手袋は月モチーフのこのデザインの他にも、この手首のあたりにリボンがついているものだったり、あと水玉模様っぽいものもあります。あとヘナタトゥーっぽいデザインのものもあるので、ぜひクーザのサイトからチェックしてみてください。